うさぎになんかさ、ああ古文書リーダーくれー、で、これだよ。古文書リーダーいくらだったっけな、これでしょ。それで絶対なんか必要なんだよね。50ですね。50円か、結構高い。頑張ってお金貯めなきゃダメだ。でもね、でも序盤だから開く気がするんだけど、開かないのかな。でもだって隣にさ、古文書リーダー買っておけばって言ってる人がいたんだぜ。今はダメなのかな。ありがとうございます。お古文書リーダーがあれば、うん、そこの石碑でヒントがもらえそうですね。やっぱりそうだよね。部屋の名前なんか書いてあるんだよな。でも石碑の部屋の名前でも分かるんですよ。石碑でもあればあるかね、部屋の名前が書いてある、はあ、あその部屋の名前があって、うん、地図があればそこに記載されてるから、うん、それで分かりますよみたいなのがあるってことか。ポーズしてみましょうか。あ、そういえば、あ、そうか、ポーズしてみ、はい、導きの門っていう場所ですよ。でもノーマップだよ。導きの門のやっぱりだから地図を誰か寝た、あ、寝ちゃったどういうこと。でもとりあえずまだダメってことだよね、うん、まだダメだね。だ地図取らなきゃいけない。 あ、だからそれあー、また古文書だ。ぐるぐるマップが役に立ってないですね全く立ってないだもん。でやっぱ取らなきゃいけないんだね。でも不用意にこむちやってたら殺されるから、で墓は殴っちゃいけないんだね。危ない、これ危ないんだよな。これ危ないやつだね。下から来るやつだ、ね、か下から下行くやつだ、ね、あーそっち来るのか。その位置かわかんない。でなんかこっからなんか詰まったんだよな。あ、そう、そっちは行けなかったね結局。でこうなって でもそこは行けたじゃん。下あのトゲ、あーそこもまた入るねあ、なくなっちゃった。で、でそこはそこだよね。で、いっぱいお金手に入るんだよ。いえ、で、戻ろうとしたら、戻れちゃうんだよ。でもこれさっきさ、うん、下行ったら下行って、あそこに大盛り置いたんじゃない。これじゃあ下行っていいんだよね、普通に。いいはず。こういうこと、わかんないよ、こんなのあれなんかあんのかな。今の見た目的には俺全然わかんなかったけど、うん、なんかあんのかな。これ周辺だよね、古文書リーダーでヒントがわかるんだと思います。ああ、どういうあれがみたいなね。あれが罠だけど、これは罠じゃないよみたいな。古文書リーダー必須じゃん。いや50、とにかくもう必死に貯めなきゃダメだよ。じゃあ貯めて戻ろう、うん、戻ったらいい、うん、そこからが勝負だわ。だって今のところまだ分かんない謎がいっぱいあるんだもん。でここは倒しづらいからダメ。あ、こいつね。このジャンプしてないときはやっぱウサギにさ、鉄のなんか棒が刺さってるみたいに見えんだけど、これ下に行けるの。スケートさんはセーブもできますよ。セーブしましょう、うん、もうちょくちょくセーブしてとかいいよ。危ない、25溜まったからあと25だから。え、私も今下ね、下まあセーブ早いからいいけどねみりんちゃん、はい、うん、時間です。じゃあと思った稼ごう。聞きたくない言葉だったよね今。ここ重りあるんじゃない。ここ重りあるね。ああでも私はちょっと反応したんですよ。ちょっと反応したんですよ今。わかる、避けたのは避けた。ちょっと反応したんですよ、うん。もしもし、わしです。時間です。わしからメール来てるよオンタイムのメール来てるけど。ちょっと待って待って待って、いや、全然わかんないよもう50貯めてーな、せめてな。そいつも読んだんだよね、今ね。こんすごいね、このゲームすごいな。これさ、読めない。あ、これ読めないんだ。もう完全にミニさん、バレてますよ。私フギャーって言われてますから。今、重り使ったゾーンってこと。そういうこと、だって何も出ない。はぁ、よいしょ、なんと50貯めるまで頑張りたいね。見つめ合う顔っていうのは風車手にあったんだ。手をやったんだ。見えない床を見つけて、見えない床、でも浮かれてたら落ちてしまった。それ系もあんのか。これはどっちだ。あ、でもそこの47円です。あとちょっとです。頑張ってください。50貯めて帰ろう。で終わろう。あ、危ない、これ危ないですね。先に倒したら、あと1、あと1、あと2、
それ思いがいっぱいあるから。って言ったけど今何の音？これなんだっけ？あ、地図だ！おお！今ホラガイの音が聞こえましたね。今ホラガイの音だったの？そう、なんか多分謎が解けたからですよって今。完全になんかホラーみたいな。あらら。誰かの叫び声かと思ったよ。あ、それそこ乗せんでしょ、石を。とりあえずね、とりあえずね。これは危ない。これは危ない。あと2貯めて。あと2貯めて。あ、ちょ、こっちにもいるから。倒しすぎ。溜まってますよ。え、あれなんで溜まったの？どっかで手に入れた。戻ろう。よし、戻ろう。セーブしつつ持って帰ろう、うん、うん、そうしよう。危ない。いや、いつやるかかねがね。そう、うん、戻ろう。ここだったらまだ戻れるから、道はわかるから。まだああいう風にマップ出るのか。なるほどね。いつ死んでもいいように。そうね、一回ここでね。悪魔城ウクス形式ですね、完全にね。悪魔城っていうか、やっぱガリウスの迷宮っていうのがあったんですけど、まさにこんなでした。俺それの途中の謎が解けなくてね、コナミさんに電話したぐらい。電話、うん、答えてくれるんですか？いや、答えてくれない。そりゃそうだよ、ゲームのあれだから、うんうん、でもね、全く分かんなくて1ヶ月ぐらいずっとそこ飛ばす。結局そのままクリアせず。で、なんだっけ、うん、なんかで情報が出たのよ。あ、そう、ベーシックマガジン。これじゃ戻れなくない？え、いや戻れるでしょ、階段があったはず。魔城伝説2ガリウスの迷宮です。そう、あのでっかいね、ジャイアントスライムみたいなやつがいるところの手前に水たまりがあって、そこがクリアできなくてっていうのがずっとやつ。よし、それがね、水たまりのその端っこの足っぺりのところに7秒間立ってるっていう謎なの。そんなわかるわけねえじゃん。ひどいな。でしょ。あ、変わってどうだっけ、古文書リーダーどこだっけ、これじゃないね、うん、あ、そうじゃない、古文書、どこにあったっけ、上は村長だっけ、どこだっけ、パソコンか。あ、これだ、これだと思う。違う、あぶなった買わないよ。やっぱあれだ、あのみーさんが声優やってるあそこのお店だ。なのでーす。そこ買ってね。それよろしく、うん、マジで、うん、買ってください、便利っすよこれ。それマドリナです。取ります、買います、ありがとうございます。読めよ。読めよってすごいね。よし、読めよって。冒険の舞台は整いました。そうだね、足湯入ってからのがいいか。あ、そうです、足湯入ってセーブして終わりましょうか。そうだって温泉じゃないもん、足湯になっちゃってるもん。微妙に遠いんだよ。そう微妙にね、とずっと左に行くだけなんだけど。はい、ちょっとこう利便性があるところに欲しいの、はい、この足で、ね、一応胸のこの、ね、なんか溝落ちぐらいまではたまるから。暖かい。あ、結構あれだな、体力があるから。よし、うん、これでセーブしましょう。安心力ですね、確かに。疲れちゃう。これ本当にあれだな、もうトライアンドエラーだねこれは。え、でも古文書ちゃんと読めよ。読めよ。でも1時間かけて、うん、物語の舞台の整いましたよ。整ったからここから始める感じだもんね。ここから来週から始まりますから。うん、これでいいね。あ、インストールだけする。あ、インストールあるわ、これだけ。あ、これでいいじゃないですか、はい、じゃあ行きましょう。あ、行きましょうというか終わりましょう。 あのセーブしてか。セーブして、はい、はい、OK。 疲れた。俺も疲れて、俺も1回しかやってないけど。疲れた。恐ろしいねこのゲーム。これ何周やるかだよ。ではアルファのトップ画面に戻って終わりますか。じゃあね、これで終わらせるか、うん、来週も続きますかみたいな動画があるんでね。そう
ごめん、こっちか。あ、間違えた。あ、あったじゃんか。いや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 。ね、ああ、終わりました。なんかでも想像以上に、うん、現代風ですね。思ったよね。なんか、うん、なんか昔のエッセンス的なものがすごい現代風の。なんていうの、なんか。パソコン持ってきたと思わなかったもん。なんか、最近のゲーム。面白かった。でもほとんど進んでないけど進んでないけどね、やっと舞台が整った感じ、はい、こっからこっから、うん、石板とかが全部読めるようになるんだね、うん、ですです。そろそろ番組終了時間となりましたので、うん、はい、今日の放送はここまでとさせていただきます。お兄さんの古文書古文書リーダーとか絶対買わないじゃん、うん、まあね、だからこれは正式ルートなんだよ。何回かやってこれ絶対無理だよってなってからなってからこうなるね、なってから気づくんだよ、はい。いやいやいや、これにて本日の NGC エイリアンウェアアルファ生放送シーズン2は終了となります、はい、皆さん約1時間ご視聴くださいまして。